その昔、現在の中国は福建省あたりに住んでおりましたのが蘇龍という男、元軍人でございまして肌は焼け屈強、そこからウーロンと名付けられたのでございました。教師もそのウーロンが茶摘みのために山の中へと入り、背中の竹籠にはたくさんの茶葉を入れ、そろそろ帰ろうと思いましたときに、向こうから出てまいりましたのが一頭のヘラジカ。これは上物、すぐに追いかけまして、そのヘラジカを仕留める。家へと持って帰りますと、すぐにさばきまして、家族のものと食べたのでございました。ところがその翌日、しまった!昨日茶摘みをしたあの茶葉のことを忘れておった。すぐに竹籠の中を見に行きますと、緑色の茶葉が赤黒く変わっていたのでございました。その代わり、あたりには芳醇な香りが漂っている。これはいいかもしれない。こうして作り上げました茶。これが美味しかったんです。発見をいたしましたウーロンの名前をつけまして、ウーロン茶と名付けられました。本日はウーロン茶の由来の一席でございました。ありがとうございました。